って。おはようございます。おはようございます。おはようございます。足元急になっておりますのでお気をつけてお登りください。情報乾杯。なんかいいと思うな。あと満足。どうしたらどういうことだよ。アスファルトっぽいコンクリートっていうかなんか特殊素材、水に強いらしいですよね。シミカリ線は一体どういうの。監視の方に行ってみたいと思います。カモメン。じゃあ、敬礼とか、はい、あ、かっこいい。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、普段は何の仕事されてるんですか。あ、私はここで社任幹部として、なんかいろいろな勉強をしてますね、はい、幹部。あ、そうです。ここに線あるのが幹部です。あ、そう。え、すごい、二人とも幹部で、すごい。白色と赤色が階層。あ、ってことは防衛大学とか。防衛大出身です。すごいエリートさんですね。いやいやいや、すごいすごい。このいつもは今までにも乗ったことありますか。あ、いや、初めてです今日。はい、外から見たのはあるんですけど。この帽子ってどこで買ったんですか。あ、これ、はい、これはどこだっけな。マイズルかな。今ヒューが来てますもんね。あ、はい、どれが一番いいですか。え、どれ。え、それ言われると困る。でも出雲がF35B 乗せたからいいかな。いいぞ、やった。見ました？ F35 YouTube で見ました。あ、じゃあ実際には見てない。実際には見てないですね。あ、そうだ。はい、見てみたいです。見たいです。あれ可愛いですよね。こうなんかスズメがこう飛んでるみたい。そうですよね。本当にあれで飛べるんじゃない。そうそう、羽がちっちゃくて可愛い。常識と全然、常識というか自分の中の常識と全然なんか違うな。そうですよね。あれを YouTube であれを見て、私はポップガン見に行って、あ、
ップガン見終わってからまたあの YouTube 見て、はい、1回トップガン見ました2回見ました2回私1回いいですよね。なんかアマプラとかで入んないかなって。あ、そうですね。なんか今多分見れ YouTube で見れるかもしれない。あ、トップガンですか。はい、新しいやつ、見てください。すごいエリートさん2人。いやいや、ちょっとじゃあありがとうございました。お話しさせていただいて、はい、ありがとうございます。多分これ熱でやられたんじゃないかな。サンジョービーちゃん見たかったでしょ。うん、そうかもしんない。この部分だけまたほらちょっと塗り直した後が。あ、そうだね、この部分だけ、多分そうだと思う。すごい。なんであれ、どうだったの。朝日の列だねあったらいいね。希望者は入れればいいな、ね。ありがとうございます。ありがとうございます。結構増えてます。裏側、倉敷裏側見てる。ドライが出ますよ、最近。あ、書いてほしいね。書くとやっぱり機密に触れる。こんにちは。すごいね。
全部で 21.86 キロ。重たい。あれしょ、この学科。こんにちは。わかんだ、すごい、うん、暑いかな。あ、なんかすごい。そう、そうですね、走りますね。ただまあ、館内で火災が起きて、その走るスペースっていうのはなかなかすごいないんで、もし自動看板で火災の、バイバイしてる。わーい。御朱印もらいました。御朱印。ヒューガー。食べました。なんかみんながなんか、ああ、すごいね。すごい。次は朝日行きます。こんにちは。あ、はい。こんにちは。あ、ですよね。案内がないんですよ。あ、すいません。また来たんですけど、はい、ちょっと敬礼で撮らせてもらいたくて。いいですか。1時間半並びました。また。はい、はい。はい。はい。敬礼で。ありがとうございます。はい、
あれ普段何の仕事をしてるんですか？私普段は朝日の通信士としてます。あ、まあ、もうそろそろ転勤なんですけれども。あ、そうなんですか。はい、主に船の通信系ですとか、あと船のナビゲーション航海、はい、そちら辺を担当してます、ね。じゃあなんかのなんとか信号とかみんなわかるんですか？あ、信号ですか。一応その訓練等はしますけど、はい、まあ、ひとたびの訓練はしないある程度はできるんですけれども、はい、まあ、そういうの、まあ、もちろんプロがいましても、基本的にそういうのはそちらに任せて、あ、そう、一応読むことはできます。あ、すごい。打つこともある程度はできます。すごい。あまり得意じゃない。そうですか。はい、あの崖の上のコミャとかでこうやってるやつ、ね、あ、なんか、はい、それわかる。ある程度は分かります。あ、すごいですね。勉強しますね。そうですね、はい、また幹部と一般海藻士ではルートが違うんですけれども、うん、まあ、幹部の方でも勉強しますので、うん、すごい、はい、まあ、ありがとうございます。今日のご来場ありがとうございます。あ、いや、ありがとうございます。朝はすんなり来たんですけど。そうですね、はい、ありがとうございます。はい、ちょっと撮らせてもらっていいですか？ あの敬礼とかしてもらってもいいですか？はい、あ、ありがとうございます。あ、かっこいい。やり、あれ、はい、何、救護っぽい仕事ですか？はい、救護員です。すごい。ちゃんと資格持ってから船に乗ってるんで。あ、看護師さんみたいな。あ、そうですね。あ、すごい。何かあった時に隊員を助ける。そういう人も乗らないとダメなんですね。そうですね。じゃないと船で何かあったら。そうですね。まあ、そうですね。そうだそうだ。いや、ありがとうございます。あ、行っちゃっていいですか。はい。あ。あ、ありがとうございます。やった。まあ、こんにちは。食堂やめたんだ。
がとうございました。ありがとうございました。売店もすごいね。あ、なんとかにゃん。ハマニャン。ハマニャン。ハマニャン。こんにちは。こんにちは。こんにちは。なんとかだいて。入れるか全然わからんから。バスやねんな。